どうも、元気くからジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきましたー。はい、というわけで今回ですね、宮城県仙台市にあります鬼がらし仙台店にやってまいりました。以前にですね、鬼がらし本店というね、山形であった、あれのね、ちょっとチェーン店なんですね。前回あの鬼がらし、納豆ラーメン超辛5倍挑戦したと思うんですけども、まあ、今回ねちょっと、さらにレベルを上げて挑戦していきたいかなと思います。七味唐辛子と辛味噌で辛味を出しているということで、非常にね今回も楽しみな戦いになるかなと思います。さあ早速行った人の感想を見ていきましょう。鬼がらし仙台店味噌ラーメン大辛、何年ぶりだろう。辛味耐性ないくせに辛いものが好き。以前超辛食べて悶絶なので今回は大辛。あっさり味噌に唐辛子が最高すぎてレンギが止まらん。チャーシューもトロントロン、はぁ、辛うましいというお便りが届いております。はい、まあねこれ結構ねお店のメニューはね、塩ラーメンと醤油ラーメン、味噌ラーメンっていうねラーメンこれ3種類しか、やってないっていうね、この数のこだわり、味の品質を追求したお店になっております。はい、それでは早速中に入っていきましょう。レッツゴー。はい、それでは早速中入ってきたんですけども、鬼がらしメニュー、こちらメニューがありますね。ちなみにこの味噌ラーメン、辛さがね5段階に分かれてますね。ノン辛、小辛、中辛、大辛、超辛と、ということで今回はですね超辛の、10倍に、挑戦させていただきたいなと思います。で一応ね今回ねあの特別に、超辛分の、ラーメンを作っていただいて、で分かりやすいように、10辛分のね、唐辛子の粉を別皿で、もらうようにいただいておりますけども、普段はこんなこと、やっておりません。これはね、あの特別なんで、普段はこういうことを出しにいません。で、あくまで、この腸から、を、まあ、こうしてね、こう挑戦する際にはですね、しっかり、まあ、食べて、残さないようにね、そういう配慮が、必要になりますので、そういう感じですね。こちらが味噌ラーメン腸から10倍いただきます。さあ味噌ラーメン超辛10倍お手並み拝見せこんにちは。あっ、うわすごいな、ものすごい唐辛子なんですけど、まずちょっとスープからいってみましょう。いただきます。あ、おいしいな。あ、このプリッと唐辛子の辛みがピリッときますけども、具材はね、ネギ、わかめ、そして海苔、そしてメンマ、分厚いチャーシューが特徴ですね。チャーシュー大きいな。ちょっと麺いきましょう。いただきます。海苔の風味がいいですね。口の中が心地よい刺激に包まれますよ。続いてこのチャーシュー、分厚いチャーシュー、これはたまんねえな。うまっ。チャーシューこの分厚いの3つも入ってるよ。最高だお前。トロトロ。ボルテージが最高潮に達したところでここで行きましょう。おい辛タイムということで、はい、じゃあここからちょっとね10辛の、ね、唐辛子も入れていきます。はい、もうね、通常の超辛めちゃくちゃうまいです。はい、ここからねもう激辛プロレスみたいなものなんで、ちょっとエンターテインメントです。すごいよこれ。これをちょっと入れていきます。いってらっしゃい、いってらっしゃい。
これ2種類の唐辛子ですね。とんでもない時代になりましたけど、これさ、削ったらいいんじゃないですか。ミートソースだよ。これで小分けすれば、あと ごちそうさまでした。それでは辛さレベル発表していきましょう。鬼辛子仙台店さんの味噌ラーメン超辛い10倍辛さレベル、じゃららららじゃら、辛さレベル 8.5 です。はい、いやーもうね、あの別にハバネロとかそういったね、あのいわゆる激辛唐辛子みたいなそういったのを使ってないんですけども、まああの一味とはいえ、まああれだけの量がね、入ってくるとね、もう
辛いプラスチックもお腹的にも結構きつくなってくる、それで、まあ、85度こういった感じで、うん、途中から唐辛子大量に入れましたけれども、味噌ラーメンの超辛のデフォルトバージョン、はい、これね普通に本当に美味しい、うん、うま辛激辛好きにとってねすごい、美味しいかなと思います。なんといってもねチャーシューがね、分厚くて、とろけるように美味しかったです。その他、海苔やら海苔の風味も豊かで、非常に美味しく食べたのではないかなと思います。一応ねこれも辛さレベル調節できますので、まあ自分のね、合った辛さで、ぜひ挑んでみてはいかがでしょうか。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログ Twitter 等々更新してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。